安泰寺へ残す言葉。1、人情世情でなく、ただ仏法のために仏法を学す、仏法のために仏法を進むべきこと。2、座禅こそ本尊であり宗旨である。3、座禅は具体的に、徳は迷い、損は悟りを実行し。二行、請願行、懺悔行。三心、貴心、老心、大心として、生活の中に働く座禅でなければならない。四、請願を我が生命とし、深くその根を養うこと。五、向上するのも、堕落するのも、自分持ちであることを自覚して、修行向上に励むこと。六、黙って十年座ること。さらに十年座ること。その上、十年座ること。七、真面目な修行者たちが悩まないでいいような、修行道場であることを目指し、互いに協力すべきこと。安泰寺を去る。老人としての私には私なりの仕事がある。それは若い時のように外に向かって働くことではない。ただ、内に向かって自己を見つめ、大空の中に雲が消えていくように、静かに消えていくことだ。沢木老師が、昭和40年に亡くなってですね、それから、私がここの道長和尚になったんだけれど、その時、初めから、私は、あと10年だけ、昭和50年には引退する。そういうことを初めからも、宣言してかかったわけです。ところがとうとう昭和50年になったもん。それで、去年あたりからね、そろそろ安泰寺を出るときに、安泰寺の修行者たちって言うけれど、何も安泰寺だけに限らない。安泰寺で育って、そして、まあ、今も観音堂、それから正木施設の方にもあるわけだけど、これからアメリカ、並びにヨーロッパ、ほぼへ、育っていくだろうけれど、安泰寺の修行者たちにですね、まあ、残す、贈り物とするような言葉を、何か考えようと、思いついたことを、書いていた。そして、箇条書きにして書いていたら、まあ、こういうのが出来上がった。そして、今、それを見直してみると、結局、私が安泰寺でですね、これだけを心がけてきた、ということだけに尽きるね。で、まあ、それを、だから、最後の言葉としてね、まあ、安泰寺の修行者たちに贈り物にしようと思う。それなのに、だから本当は安泰寺の弟子たちだけに
いう曇りで言ったら、この大雪が降るのにね、もう、たさん、こんなに来ちゃった。その、たのに起きないの。別に案内状出したわけじゃない。まあ、二三の人には、23日に撮った、話するかもしれない。言った程度だったんだけどね。で、まず、この、人情世情でなく、ただ仏法のために仏法を学く。仏法のために仏法を接すべきことっていうのね。これはまあ道元門下としては一番大切なことです。道元禅師ほど、どこでも仏法のための仏法っていうことね。道元禅師の特色って言ったら、この仏法っていうことだと思うね。で、我々だから仏法ってことを聞き慣れてるもの。それだけに仏法とは何かっていうことをね、全く考えることなしに仏法言っちゃう。素通りして。呆れたのは、これから私、消防現状の現状公案をね、一つ、現代語の意訳を作って、そしてまあその提唱を書こうと思って、書き始めているんだけれど、それにつけて、この、最近出てるいくつかの、あれを、私のところへ送ってきてる、その提唱本とか現代語訳本とかっていうのね、それちょっと、2、3見てみた。そしたら、現状公案の巻の一番初めに、諸法の仏法なる自説、こういうのが出てくる。それで、諸仏あり、修行あり、名語あり、何とか何とかって書いてあるんだけれど、諸法の仏法なる自説っていうときに、仏法ってことはどういうことだっていうことをね、仏法っていう言葉を取り上げて、この仏法という言葉を探求している本が一つもないもの。これを不思議なのね。それで、仏法ってこと何にも、探求することなしに通り過ぎてる。だからどうせね、今出てる本のみんなほとんど、空回りして、見当外れのこと言ってるの無理ないと思うね。で、仏法ってことをね、聞き慣れてるために仏法ってことは分かってるつもりでいるの。ところが、本当は仏法ってことを我々何も知らないんじゃないかってこと。そっから始めなきゃ。で、その仏法ってことは一体どういうことかってね、私本当に長年考えてるんだ。それは、道元禅師の、あれはどこまでも仏法ってことが中心だからね。これはその仏法ってことがわからない。わかりやすくね、一体具体的に何を言うのか。で、長年考えていてね、一番、まあ、この仏法っていう言葉を、よく言い表している職として、天皇道後賞ですね。天皇適当にと、戦後賞だ。いかなるかこれ仏法の大義を聞いた。そしたら、当曰く、不足不足。適当が、不足不足と答えたね。で、死曰く、道後賞がさらに、向上さらに、天女ありやまたなしやと聞いた。もうちょっと、他に言い方がありますかとこう聞いたね。そしたら、遠く白文の飛ぶを遮る。いかなるかこれ仏法の大義。そしたら、不足不死。向上さらに天女ありや、またなしや。遠く白文の飛ぶを遮る。この、即はね、大変に私、丹波の十法寺にいる自分。昭和、だから、
20年から23年までの間だけど、丹波の十法寺にいる間、この僧を見て、もう、非常に感銘したんです。それで、沢地法師に、その、東空白雲の飛ぶを抑えるっていう、あれを書いてもらったの。それで、そっちの部屋に今、かかってんのかな。楽雲にかかって。大空はだね、白雲の飛ぶを、飛ぶのを、妨げない。自由に飛ばしている。そういうことです。これがね、この足がね、これはまあ300足の木の巻の、92足に出てるね。このま、足が、仏法ってものを一番よく表してるんじゃないかと思う。いかなるかこれ、仏法の体位って言うと、不得不思って言うと、いかにも得ず知らずってね、その、わからないってこう言ってるみたいだけど、そうじゃないんだ。不得不思っていうことが仏法だってこういうことね。この不得不思ってのがどういうのかって言うと、いかなるね、動作も、その、差し控えている態度だ。要するに、あらゆる作り事をしない。あらゆる作り事をしないで、動作しないで、差し控えてる態度。これを私は今、頭の手だなって、こういうのね。私が、いつの、頭の手放しって、いつ頃から私言い出したのか、ちょっと、記憶にないんだけど、これあんまり遠くじゃないもん。4、5年前だと思うね。そして、要するに我々が何か考えるってことは何か頭でもって、なんか掴んじゃうことだ。頭で考えようとするっていうのは何か掴む。それを頭を手放しにするって言うと、これ、落っこちるでしょ。この頭を手放しにして落っこちるっていうのは、これが心神脱落だ。道元禅師の言う、心神脱落っていう言葉を聞くとね、ちょっと何かゴコッと、調子が外れたような五感があるもんね。心神脱落。そうじゃないんだ。頭の手放しした時に落っこちる。これがね、心神脱落だ。あらゆるもの。で、この、頭の手放しっていう表現は、我ながら、あれだね、個人の、いろいろの、いい言葉に匹敵するね。例えば、断定禅師はね、不生の仏心という言葉言い始めたね。あれ、徳川時代とした素晴らしい言葉だったんだと思う。不生の仏心。ところが、現代人にとっては不生の仏心じゃちょっと、なんだかピンとこないもんね。不生の仏心一つで、すべては整いまするワインのって、その、断定禅師は言うじゃない。それと同じように我々ね、頭の手放しですべては整いまするワインのだ。頭の手放し一つだけね、あれはすべて問題、すべて片付くのね。頭でなんか片付けようとするから、片付かない。頭のやりくり判断で一生懸命片付けようと。ところが片付かない。ところがあらゆる問題ね。それは頭が問題を起こすんだから。頭を手放しにしたら、これ心神脱落。全く、問題がない。水引きの喧嘩半ばに、右引きの喧嘩仲間になったら にわか雨か。右引きの喧嘩仲間ににわか雨っていうのね。右引きっていうのはね、水が足りないんで、それが問題で喧嘩してんだ。それは喧嘩の最中に、一点にわかにかき持って、ガラガラガラーンって言ってるのを、大粒の雨がパセッパセッと晴らすと、その喧嘩はね、
喧嘩の筋、まさに問題としてることを根本からもその解決しちゃうんだ。それと同じだ。今、我々は頭の中でもって、A か B か、どっちかかって言って一生懸命になってね、それだけは問題と思ってるのね。ところが、そのところに頭手放しって言って、もうその根本から、その解決しちゃう。だからね、頭の手放し一つで全ては整えるまするわいの、不調の物質よりわかるでしょうが。そうすると、まあ、万景前より、クラスも現代性があるね。これ、素晴らしい一句ですよ。そうまない。でね、この頭の手放し。そうすると、これが頭の手放しってことが、一句不思議ってことだ。そうすると、今これ座禅してると頭手放ししてんのね。そうすると、あらゆる思いは浮かぶは浮かぶに任せ。消えるは消えるに任せる。これ、遠く白雲の飛ぶを抑える。この、自由なのね。これが、この僧はだから、いかなるか仏法の大義っていうと、一句不思議。遠く白雲の飛ぶを抑えると、いかにもよく言い表したよね。そうすると仏法ってものは一体どういうものか。結局は頭の手放しだってこと。そういうことだ。で、もっと具体的には座禅だってこういうことです。大体まあ、そういうことだけど、仏法っていうのはだからね、仏の隠した法って、こういうことでいいんですね。仏さんが悟った法だ。そして、その、隠するっていう。だから、仏さんのことを隠者とこう言うけれど。隠者っていうのは日本語で言えば冷めた人っていうことね。だから、仏法とはどういうのかって、冷めたあり方だ。で、冷めたあり方っていうと、一体どういうことかって、ボケたあり方から考えなきゃ。我々、なんでボケ方ね。なんでボケるかって言うと、頭でボケるんだ。頭がね、結局、ボケるってことはどういうことか。一切修行はボケてるっていうことだね。一切修行はボケてるっていう、どういうボケ方してるかって。頭がね、いろいろの幻影を描き出す。そして、その、自分の頭の描いた幻影の中に迷い込むんだよ。つまり、この、我々人間がいる。この頭の中でもってね、ふわーっとこう、この、いろんなことを、幻影を描き出す。ここに、ヤートのヤブシャーズみたいに、この、ヤブを作り出すね、問題を考え出す。そして、それの中へ、この人間そのものが入り込んで、そして、一体この、俺の一日はどこだろうってね、その八幡の藪知らず。八幡の藪知らずってのはあなた方知らないかな。その東京の船橋の、千葉県の船橋の地図よ。八幡の藪知らずってのは。もう、藪がね、まあ、だけど、京都の藪に比べりゃ、その、東京八金店のやぶって高橋優店だと思うんだけどね、あそこら辺とにかく大きなやぶがあった。そのやぶへ一旦入ったら、一体どこへあれするんだかわからないって。で、八幡のやぶ知らずって言うけど、そういうジャングルですね。要するに、その自分の頭の中でジャングル作っちゃって、その幻影としてを描き出して、そしてその中で、
そのジャングルに迷い込んでるのが人間のボケ方だ。その、あれのために、まず覚める。幻影なんだからね、まず覚めない。まず、そういうのだから、居眠りボケだ。はっきり覚める。これ、生き生きと覚めるのね。生き生きと覚めてどうなのかって、生き生きとして何をするのかって言って、頭の手放しをするっていうところでね。あらゆる、煩悩ボケとグループボケも、パッと消えるんだ。そういうのが、この覚め方でしょ。これも結局今、我々のする座禅。今、我々のする座禅。あらゆる問題も、手放しにして、座るっていう時に、はっきり、生き生きと覚める。座禅してね、寝ちゃうとダメだ。座禅したら、生き生きしない。そして、頭を手放す。それが座禅の一番大切なところだ。それでね、ところが今、座禅って言うと、すぐ、悟りとか思うじゃない？悟りっていうね、悟るっていうことに対してね、ドカンって一発、大きな、悟りを仕留めることかとこう思うね、みんな。そんな風に言いふらしてる。ところが、それは本当は仏法的でない。というのはね、仏教っていうのはみなさんも承知のように、何より無常ってことを言うでしょ？無常っていうことを言う。それから、すべては縁起諸行。縁起でもって成り立ってるんだ。それっていうのは、この生命の実物が、あれだからですね。無常だからだ。刻々に変わってる。いや、動かない、世の中ぼけてるってやつも随分、ここまでぼけてるやつがいるかと思う。前に、北海道の、小学校の先生だっていう、手紙来たね。仏教では無常と言いますが、この前も、北海道に、ミイラが来た。そして、あれしたら、5000年前だかの、死体がそのまんま、あれしちゃったんで、無常とは思えないって書いてるやつがいたけど、そういう手紙を起こした人がいるけど、俺よっぽどボケてるじゃない。それでよ、ダイヤモンドっていうのは、まあ、昔から、全く、混合っていうね、混合って、こう言うために、ダイヤモンドいつも引き合いに出されてるけれど。ダイヤモンドだって、カーボンでできてるんで、あれ燃えるんだっていうね。ダイヤモンドは、杖である。それじゃあって言って、持ってみようかって、パッと持った。あ、もったいない。そんなもんだ。それで、この頃の自然科学になると、素粒子とか、なんとかっていうんで、もう、刻々に変化してるっていうのは、まあ、いちいち実証されてるようだけど。だから、すべては無常なんです。無常なのにね、この無常なる実物に覚めるってことが悟りってことなんです。それをね、精神的な悟り、ドカンと一発悟って、パッと悟ったって、そういうものはありえないんだ。そうじゃなくって、本当の悟りっていうのは、刻々に今ここで覚めるっていうこと。言うより他ない。で、要するに、
悟るっていうことは、だから座禅して、の、精神的な、もうすでに出来上がった悟りを悟るっていうもんじゃなくしてだね。今ここで、刻々に悟るっていうのを覚めると、こういう態度。それがね、悟りってもんですよ。だから、これ、悟りを今ここで修行するってことだね。で、それを、思想一如とこういう。道元禅師の言いたいとか、そこなんです。修行した挙句に悟りを仕留めるっていうんじゃなくて、悟りを今ここで修行。今ここで生命の実物に目が覚める。いわゆる頭でボケるんだから、頭の手放しをして今ここで覚める。こういうことね。悟りってことのあり方をよく知らないな。悟りって言ってなんか、神秘的なもの、目に見えないものをパッと今ここで悟るっていうんじゃないんだ。今ここで我々がボケている、そのボケるっていうのをはめて生命の実物に立ち返るって、こういう意識に切るんだ。それをね、それもね、お釈迦さんの時代では何て言ったか。道元禅師は思想一如っていう言葉を言ったけれど、お釈迦さん時代にはね、原大目者って言ったんです。これはまあ、原大目者っていうのは梵語だからね。この、体大目者っていうのは戒律のことです。お釈迦さんの、唯教行の中で、成り立ち律ね、我が滅後において体大目者を尊重し、緊張すべ。暗に妙に会い、隣人の宝を売るがなかったね。その、自分、お釈迦さんが、これはまあ唯教行っていうのはお釈迦さんの遺言のお経です。その、お釈迦さんが自分が死んでから後、弟子たちに、原大目者を、何よりも尊いものとして、尊重し、緊張すべ。で、暗に妙に愛っていうのは、暗闇の中に、死に出会ったような、隣人の宝を売るがごとしっていうのは、貧しい人が、お金をもらったように、それほど価値があるということね。原大目者ってこと。で、原大目者ってのは、戒のことなんだけど、戒律はね、結局、諸所下だ。訳される。諸所下だ。あるいは別々下だとも言う。我々、お釈迦さんみたいに全部悟ることはできなくても、今ここで、戒律を保ったら、その戒律を保ったところで、悟る、下脱するってことです。それで、このね、原大目者の精神が、結局、道元禅師の思想一如っていう精神になってるのね。諸所下だと。別々下だと。そういう、今ここでやっただけはやったんだ。今ここで頭を手放しにして、本当に覚めただけは本当の悟りなんだ。そういうことだね。だから、お釈迦さんの精神を、道元禅師は思想一如って言葉で言った。
じゃあ、そういうことを言った人はいないけれど、私はそう思うね。道元禅師の、師匠一如っていう言葉、お釈迦さんの原大目者を受け継いでるっていると思う。大体この原大目者ってことを仏教学やってる人っていうのでも、あんまり気に留めないもの。早い話が駒沢大学の学生で、原大目者って何だか知ってるかって言って知らないやつばっかりだもん。だから仏教の大学の 学校出ていながらね、その原大目者っていう言葉さえも知らないって言うんだから、いかに仏教の大学でも原大目者ってことを、全く教えないでいるかってことね。これは宗教行人がまさに何よりも我が滅亡において、原大目者を大切にしなくちゃいけないって書いてあるんだから、ね、一番大切なことに何に間違いない。この原大目者の精神が、今、首相一如ってことだ。だから、今、精神的な悟りを一挙にして、ごさっとこう、ドカンと一発当てようっていうんじゃなくって、今ここで、頭を手放しにして、そして本当に覚める。これが仏法ってもんだ。で、今、仏法のための仏法っていうのはね、仏法のために仏法を処するっていうのはね、一体どういうことかっていうと、我々生きたり死んだりっていうこともね、よくみんな死ぬ、年取ってきてから死ぬの怖くなったんです。若い頃は、死ぬなんてことを何にも考えないでさ。そして、年取ってくると急に死ぬのが怖くなった。どうしましょうっていう人が随分いるわけだけど。それね、死ぬっていうことを、人間の頭の中で死ぬとこう死ぬっていうことを考えてるんだもんね。この頭の中でもって、そうと死ぬとこう考える。我々が、頭の中での幻影を描き出すでしょ？その幻影の中でもって、そう、きっとこう考えて。そして、死ぬと、生きてるのは死ぬんだから、苦しいに違いないとこう考えるわけです。そして、この中にだから迷い込んでるもの。頭の中に、描いた幻影の中で生死を考えて、その中で迷い込むんだ。それで怖い怖いと思う。そうじゃない。生きたり死んだりっていうのはね、この頭の中の出来事じゃなくって、これぐるみの出来事なんだからね。これぐるみの。だから頭の中の仕事じゃ。要するに、生きるのも、頭以上の出来事。人間の思い以上の出来事なんだ。頭の手放しのところで行われるところなんだ。だからね、つまり生命の実物っていうものは頭手放しであるがゆえに、だから今ここで頭手放しを修行する。こういうのが仏法のための仏法ってことだ。でしょうかね。で、だから、絶対にね、頭の思いの実用のために、頭の手放しを信用するっていうんじゃ、これ、見当が外れるんだ。今、座禅するってのもさ、座禅すると、体が丈夫になりますからとか、あるいは度胸が、胆力が座りますからとかね。人間的実用のために、座禅修行をしようと思うなら、見当が違う。
二三日前、私はまあ、いよいよ、こう、引き上げるって言うんで、外人たちが、話聞きたいって言うんで、十二三人集まったね。その時に、最後に、質問で、作業してると、スポンってないと。なんとかスポンタンないと。なんかそんなんだね。自発的って訳されてるらしいね。自発性が出てくるのかってこう言うんだ。で、なんだか変な質問だなと思ってたら、それが今アメリカの、座禅の人たちの流行りらしいね。流行。それで何結局、いわゆる禅気っていうことが言いたいらしいんだね。誰か禅気っていうのを、こっちから向こうへ行った植民地同士が、スポンタナイテとかっていうのを言ったらしい、そういうふうに訳したらしいんだよ。だから座禅して、なんか、そういう意味の、一括が出てくるか、こういうことを言うらしい。だからね、本当の自発性ってことはね、そんなね、鼻草みたいな自発性はいらないってことが本当の自発性だもんね。で、いや、今、アメリカの、アメリカの座禅っていうのも、LSD から出発してんだからね。LSD から出発して、いたんだけど、この頃はもう LSD が卒業したらしいんだけど、なんとかスポンタンなんとかって、の、いうのが、今流行ってるらしいんだ。これ、プラグマチズム、プラグマチズムだからね。いや、だからさ、借金取りが来た。それで、金返してくれって、こう、攻めてきたね。その時に、カッ！それでも、一括して帰った。これ役に立つもん。人間的役に立つ。頭の、思いとしては非常にスッとするね。これ、気持ちがいい。っていうのは、煩悩的思いが気持ちがいいんだ。愉快な、痛快なんだ。そんなものは仏法じゃないってことわかるでしょ？仏法っていうのはそういう人間的思いが、サイダー飲んだみたいに、スッとゲップが一つ、出たら、すっきりしたと、そういうようなもんじゃないんだから。その辺の筋合いがね、よくわからなかった。それで、だからね、仏法のための仏法っていうことが、今、外人たちにたくさん座禅してるけど、この仏法のための仏法っていうことだけがまだわかんないんだよ。なかなかわかんない。なんか、人間的実用のためになることだけを望む。そうじゃないんだ。本当に、仏法ってことは、ただ仏法のための仏法だ。最高価値、何を最高価値にするか。人間の頭で考えた、何かを最高価値にしてるんなら、大違いだ。人間の頭で考えたもんじゃない、頭を手放しにしたところに、最高価値がないと。頭の手放しそのものが最高価値だ。それが仏法のための仏法ってことね。これが本当によくわからなきゃ、
まあ、外人たちにね、これだけが、これだけを分からせたいのね。ところが今、国民地労使たちは、それじゃあ、外人たち分からないもんだから、それで、何か、面白い餌を持っていくもの。それで、殺菌取りが一挙に退散するような一括、多然すると、そういう一括が出てくるんだってなことを言っちゃうんだね。そして、そんなのいくらやったってね、もう、座禅じゃないです。本当の座禅っていうのは、そういう、人間的価値のためのものじゃない。人間の頭で、価値があると思ったものは、すべて価値はないんだ。そうでなしに頭を本当に手放しにする。そのことそのものだね。これが生命の実物であり。この生命の実物が最高価値として。これを、この間も外人たちに言ったんだけど、外人たち、今、外人たちに、聖書の言葉を使うのには、非常に、遠慮しいし言わなきゃ。外人たちは、外人たちって、ヨーロッパの人たちは、そうでもないんだけど、今のアメリカ人たちは、キリスト教の聖書っていうのことが、聖書の言葉一つ出てくると胸が悪くなるんだ。やつが多いんだもんね。困ったもんだよ。だけど、それの、聖書の言葉の中でも、何が大切か。人みな偽り者とすとも、神を誠とすべしって言葉があるね。人間がすべて、間違ってる。そしても、そう決めても、神様の、ただ神様だけが真実だってことね。これは、本当です。我々の、今ここで言う問題に当てはめて言えばね。人間の頭で考えたことはすべて間違い。ただ、頭の手放しのみ真実ってことね。これ、まあ、聖徳太子の、あれは、聖徳太子の十七条憲法にもあるじゃない。なんだっけ。なんかそんなのがあったね。誰か思いつかないか。うん。そう、世間を、すべて偽り者としても、仏を誠とすべしとかなんか、そんなようなのがある。そうだね。で、今、価値標準をそこに置かなきゃ。頭の手放しっていうことに。で、そういう仏法を、あれ?時間がどんどん経つからね。まあ、来たら、辛抱して。で、そういう仏法が一番大切。しかしながら、この仏法っていうものね、だから、人情世情でないってことが大切ですよ。ところが、ここでまたちゃんと罠がある。人情世情には入れてはいけないって言うとね、仏法ってものは人情世情と、から、引き離してね、これだけが仏法ってこうね、囲いを作るんだね。それで、結界の道場ってのことを言うね。結界っていうのは、真言密教で結界の道場っていうじゃない。例えば、ごま団ってね、この真言宗なんか、まあ、このごま団のところにこう、いろんなもの並べちゃって、そしてそこでもって火炊いてね、そしてここだけが神聖なる道場と、こういうふうに思う。それで、それが、まあ、
愛すると、この霊山には、女人は登ってはいけないってね。女人禁制って。これだけは、こんとこだけは女人みたいな、汚らわしいものは入っちゃいけないって、こういうふうに、こう、撤回するでしょ。そしてまた、座禅ってものは、座禅道場は神聖なんだってね。そして、まあ、永平寺なんかでも、その、盆山のする座禅道場が、六人は入れない。そうです。彼は六人じゃないんだけどさ、そういうふうに、その、撤回ですよね。そこでもってね、それだったら、上空白雲を飛ぶサイズじゃなくなっちゃうの。仏法のための仏法って言ってね、そして仏法のための仏法だぞって言ってね、何、自分のね、が張ってる言葉に使ってるおしげさん、いかに多いか。そういう、自分のがを張る、その煙幕に仏法のための仏法って言い出すもんね。こうよくね、気をつけなきゃ。根本は仏法ってことは、根本は上空白雲を飛ぶを抑えるってことなんだからね。絶対に、その、人情世情と対立して、その、ここには入れないぞっていうことは許されない。これは一体どういうことかっていうとね、その、要するに、仏法のための仏法っていうことはね、本当に自分が自分に言い聞かせる以外にないことです。そういう仏法のための仏法を持ち出して、これでもって人を裁いちゃいけない。そういうことは許されない。本当は。で、ここはね、大切なとこですよ。よくそこで間違うね。で、どこまでも、その修行者は、その人情世情を入れちゃいけない。人情世情でなしに、仏法のための仏法という、そういう態度でいかない。しかし他人に向かって仏法のための仏法だぞ、お前そんなことしたって言ってね、それで人を裁いちゃいけない。裁くことはできないね。これはね、盆山としてね、いろいろの、そういうことは多いですよ。の、いい言葉を、この、坊主自身が他人に向かって言って、そして俺の我欲のために、この、例えば人間は背が大切。皆さん背をしなさい。それで、何俺をもらっちゃうんだ。背っていうこともね、人にね、言う、強制することじゃない。俺自身が出すっていうのが背だもん。それ今、盆山でやることはそうじゃないもんね。この、何よりも、その、背の使用が一番大切。どうぞご協力ください。そういうことだね。これ、仏教の一番大切なことはね、どこまでも自己の問題。で、どういうこともね、自己に当てはめて、自分がそうしなきゃダメだ。仏法のための仏法ってことも、特に、それ、の、大切だってことね。で、まあ、その、人情世情の一ですね、人情世情でなく、ただ仏法のための仏法を学し、仏法のための仏法を修すべきこと、まあ、時間があれだから、まあ、その辺でやって、二番目に、座禅こそ本尊であり、創始である。いわゆる、今言った頭の手放しが座禅なんだ。結局座禅っていうことを、頭の手放し。それでそれが最高価値である。これを、絶対価値である。それを本尊とこういうのね。本当に尊いものっていうのね。本尊さん、
本尊さんの上で扇風機に回るって。安泰寺でもった、あれさ、拝ましてくださいって言う。で、開けてみたら、本尊さんの上のところに扇風機がついてるね。もったいない、本尊さんのところに扇風機がついてるって言って。安泰寺は本尊さんこっち側にあるって言って。なぜする方が本尊さんだ。京都の人は、その点、仏像が本尊さんと考えるもんね。そうじゃない。今、座禅人が本尊さんで、座禅してるのに、冬暖かく、夏涼しくっていうために、そうすると、本尊さんって仏像の方から、座禅人に向かってこう、扇風機取り付けちゃったもんだからね。で、その辺、間違えてるね。仏像じゃない。仏像は、座禅の、模型だ。で、この、頭の手放しである座禅が、本尊さんである。で、これを一番最高価値にしなきゃならない。ところが、うっかりすると、我々いつでも頭の、その考えた作り物をね、頭の考えた作り物、作り事を最高価値にしてんだ。何、うっかりするとじゃない、世間の人なんか、まあ、ボケ詰めにボケてるじゃない。金を最高価値にする、名誉を最高価値にする、なんだ、そんなものばっかり最高価値にしてるじゃない。で、それを、そうでなしに、今、修行者たちはね、どこまでも頭の手放し、それを最高価値にする。そして、それをうっかりすると見失うから、見直し、どこまでも、行くことね。これはね、座禅こそ本尊でありっていうのはそこだ。それから、宗師ってのもそうだ。宗師っていう、座禅の、宗師にあらずんば、学ばざるにしかずってことはあるけど、それじゃあ宗師ってなんだ？人間が考えて、あ、この人こそ宗師だと思ったらどうせ間違うんだ。私が考えて、この人こそ宗師だ。だからこの人に聞くんだ。それは何？俺の考えたことを信用してんだからね。だから、宗師ってものは人間であるべきはないんだ。どうせ間違うに決まってんですよ。な、頭で考えて、この人こそ宗師と思うってこういうんなら違うんだ。これもだから頭手放しにする座禅だけが宗師だもん。そこのところはっきり間違わないってものなんだ。だから私は、初めからそう言ってるもんね。私、弟子たちに、決して、私が宗師だっていうことは一遍も言ったことない。座禅が宗師。で、お互いにする自分自身がする座禅が宗師だ。で、これね、ただ今、私が、沢木老師が亡くなってから、みんなにこうやって、翻訳するっていうのは、これ、配役としてしてるだけだ。で、これ、正史だから、絶対的に正しいかって、そんなことはしやしない。正しいと思うか思わないか、そちらさんのことだもんね。そうじゃない。正史は、みんなが、俺がする座禅。頭の手放しだけが座禅。宗師だ。これが、二番目の座禅こそ本尊であり、宗師であるということね。これを見失わないです。それから三番目に、座禅は具体的に徳は迷い、損は悟りを実行し、二行三心として、生活の中に働く座禅でなければならない。
言うのはね、座禅って座禅の格好をするんならどんなんでもいいの、いいと思ってる人がいるね。同じだと思ってる人が。いや、ヨガの人も座禅するもの。下道も座禅するもの。成長の家も座禅の真似事みたいなことする人。南方仏教の人も座禅する。で、いろいろの座禅の中身が違うんだ。我々のする座禅とね、この座禅の格好は同じでも、座禅の中身は違う。今の外人たちはその区別がつかない。ヨガも、南方仏教の人の座禅も、我々のする座禅も、同じだと思ってるもの。だからね、外人たちにね、本当の座禅の、知らせるっていうためのテキストをどうしても書きたいんですよ。それでそのために私骨折ってんだ。ただ外国行ってね、わーわー言ってりゃいいってもんじゃないんだ。そうじゃない。本当に、正しい座禅を、外人たちに知らせるテキストを作る方がもっと大変。そして、それを本当の実物見本を、教える人間の方が、さらにさらに大切だもん。それで、今、この10年間安泰寺っていうのね、初めから、人とテキストっていうのを私、さっき、初めから言って。で、まず、テキストも、今、だんだんできるようになってきた。それから、それを指導する人間もだんだんできつつあるんでね。あれなんだけど。で、座禅の態度でもって座禅という中身は変わる。で、いわゆる六道禅だね。六道禅は、これ、六道禅は、我々のする座禅じゃないです。六道禅って何かって、地獄禅、ガキ禅、スラ禅、それから、師匠禅、人間禅、天上禅、これは、我々のする座禅じゃない。地獄禅ってのはどういうのかっていうと、座禅っていうと、おどけ振るやつがいるね。座禅。ことに、盆さんにこう多いね。盆さんっていうのはね、もう、嫌で嫌でしょうがないんだけれど、座禅させられるっていう。これはもう地獄の思いだ。こういう地獄の思いでする座禅っていうのは、これどうせダメなの。これ地獄禅っていうのはダメね。それからガキ禅。ガキ禅ってのはね、悟りが欲しいって言うんでね、悟りを追いかけてる座禅。こいつはガキ禅。だから、畜生禅。これは、畜生ってのは、家畜的性っていうことでね、犬や猫飼ってる、飼う、あれが畜生だもんね。それと同じように、こうしてりゃ食えてるっていう。その意味で、総理の中にいるやつですね。この安泰寺なんかでも、時々そういう、畜生みたいなやつが紛れ込むもの。とにかく安泰寺にいりゃ食えてるんだって、それだけで。で、接心もただこうしてりゃ、時間経つんだ。それだけでやる。こういうやつは、どうしても、時々、追い出さなきゃ。こっちの方から追い出さなきゃ。安泰寺でもって、安心してくれるっていうのはなんかね、本当に見当外れだよね。いわば大樹の影って言うけど、こんなね、草葉の影みたいな。そんなところでもって、安心してるやつがいるんだ。
っていられるって言ったってね、安泰寺で食うっていうね、どんなご祥苦出てくるわけでもないしさ、玄米さ、味噌汁にここぐらいしか出てこないんだから。の安泰寺での買われてるっていうような運勢が本当につまらない。そういう畜生禅はしていない。それから修羅禅というのは、これは、その、悟りの競争だね。あるいは、その、修行の厳しい、どっちが厳しい修行か、ってね、そういう、その、創作持って、じゅうじゅう言って、殴り合いしてるような、これは修羅禅だ。しかし、人間禅はさっき言った、その、実用のための、そうね、頭が良くなるために座禅するとかね、健康のために座禅するとか、その、とにかく嘘徳の座禅だ。何か、この引き換えのある座禅するやつ。これは人間禅。整理禅とかなんとかいうのもまた来た。心理禅とか整理禅とかって書くやつはあるけど、あれいかにも人間禅だね。嘘徳だ。しか、天上禅。これは隠居さんだ。隠居。今のアメリカ人なんかの、そういう隠居禅、若い隠居禅が多いね。趣味禅。趣味に凝って。坊主の、コツやなんかこう磨いてさ、そして、いちいち楽しんでいる。そういう趣味禅も、これも見当があった。で、本当の座禅というものもよく、どの辺に本当の座禅があるかって、対極からね、その中に潜り込むとわからないもんね。そういう、六道禅の中にも、一旦潜り込んじゃうとわからないんで、仏法っていうものの対極から、あれですよ、仏法としての座禅はどういうものかっていうのを見定めてこなきゃ。で、結局仏法っていうのはさっきも言うように、無常無我の教えだもん。頭の手放しってね、無我の教えが仏法の根本だから。そうすると、まず、徳は迷い、本は悟りっていうね、そこが大切です。本当はね、人情の世界って言うと、人情の世界から言えば、いつでも物足りよう、物足りようって、物足りさえすりゃいいんだ、人情はね。人情世情は。仏法はそうじゃない。物足りのままってことだ。その物足りないっていうのをもう一歩進みゃ、徳は迷い、損は悟りってことだね。積極的に損する。これもね、損が大切だぞよ。だからって、集めて回しちゃダメだ。それじゃこっちは儲かっちゃうもん。そうじゃない。これも自分に当てはめて、徳は迷い。損は悟りってね、まず自分が出す。これが、積極的に我を破るって、これほどね、具体的なことはないね。金を、具体的に金をバッと出すっていうことは、これは我を破ることです。で、それも、だから決して、人に向かって言うんじゃない、自分の態度。これが徳は迷い、損は悟りです。あれだから、寒い折からね、皆さんもしょんべんが出たくなるだろうから、ちょっとここでね、5分か10分休んで、
の皆さん、ベイベイ来てもらってからもう一遍出直します。そうしないと、ちょっとまだ、あと1時間ぐらい喋るつもりだから。